丸川さん、普段はおとなしい方です。起こさないようにお願いしますよ。ね、ぐっすりでしょ？あれ、起きちゃう、起きちゃう、起きちゃいますよ。振り返ってみますと、2010年の7月、安倍元総理が雑誌の座談会でこういうふうに言っておられました。子ども手当によって民主党が目指しているのは、途中略しますが、子育てを家庭から奪い取り、子育ての国家化、社会化です。これは実際にポルポトやスターリンが行おうとしたことです。というふうに語っています。まあ、子どもを社会で作ろうっていうポルポト派の考えと一緒ですからね、私たちは組みするわけにはいきません。参議院の採決の時にはですね、これ私大臣だったんですけれども、まあ、自民党のある参議院議員、女性参議院議員がですね、まあ、こういうことをおっしゃったんですね。愚か者めが。これを絶対ダメだよ。くだらん選択をしてバカ者どもって言ったら。 T シャツですね、この愚か者めがっていうふうに書いた T シャツを自民党の公式グッズで1500円で発売してたと。Thank you.